とても人数が多いので全員で声を出して全員で盛り上げていく、そんなチームです。山田裕貴くんです。でピッチャーもエースとして投げていて、打撃でも中心を打ってます、はい、とても今までたくさんの練習を積んできたので、そのここぞというところの声や集中力は負けません、はい、とても大きな大会で選ばれた強いチームしか出れないっていう特別な大会だと思ってます。まず基礎をしっかりやってから、実戦で他のチームと差がつけれるような細かいところまでしっかりやっています。夏の大会でこれを一つあと一つ勝ったら全国というところで、愛知西井シニアに負けてしまって2対0で、そこでたくさんの課題や見直さなければならないところがたくさん見えたので、そこでみんなが変わったと思います。とても厳しい時には厳しくしてもらい、そして細かいとこまで教えてくださり、試合で細かいとこまでできるように、はい、接してくれてます。まず全体の意見を取り入れるということで、まず自分だけが前に行って引っ張ったとしてもついてくるのは一部の人だと思うので、しっかり先頭で引っ張ってる人も見つつ、一番後ろにいる人も全体を見て引っ張っていっています。最初はとても戸惑ったんですけど、こんなたくさんの人数の中でまとめれるか不安だったんですけど、任されているんだったらやってやろうっていう気持ちになりました。今まで自分が厳しく言ってきたことが試合につながって、試合で全員が声を出して、とても大事な試合で勝てた時、練習やってきたから勝てたっていう思える時が一番やりがいを感じます、はい。なんかダメなことがあった時に選手だけで集まるんですけど、その時に全員が気持ちが心が一つになって、しっかり反省して次へ向かってよっしゃ頑張るぞってエンジンを組めた時にまとまっているなと感じます。まあ、自分はとても中学校で成長して身長も伸びて、で体も大きくなって中学校で今活躍できているので、まずは基礎をしっかりやって投げ方とかもしっかり身につけてから、はい、やってほしいです。まあ、しっかりまずは反省して、その後に次生かせれば大丈夫だって言います。練習でやってきたことを生かして、一人一人の役割を一人一人が果たして、しっかりチーム一丸となって全力でプレーして優勝します。ベースボール1